あの一番左がラパニャンジュ。あ、じゃあ、ブーちゃん。ああ。第一个日本朋友。你好。两个四鲜汤，然后啊朋友啊，嗯，然后东西对，然后一个油饭，两个四鲜汤，然后一个油饭大的。好。来哒。美味しそう。他也是 vlog， 对，孙子。そうそうそうなんですよ。パクチーもってるし。色味を。漬物乗ってるよそして。そうです。やばい。これだけ入って45元ですかね。いいわ。このセットがもう僕の毎週の朝ごはんです。太るわこれ。おっちょ。これ朝ごはん。しかもたまに台にしますから。ちょっとカロリーやばそうや。いただきます。初めてここでサイダーのスプライトのデザインがなんか可愛いと思って、こんなんでしたっけ？本当だ、なんか特別版。こんなんないっすね。うめ。これこのタレ違う。ニンニクとタレと。すげえいっぱいあるね。そうなんですよ。実はめっちゃメニューある。そこより。そうです。甘くないね、あんまり。珍しい。あ、甘いんですか、スーセンタン。スーセンタンって甘い。え？甘いのが結構普通かも。え？僕これがベーシックだと思ってました。酒飲みが好きなやつや。そうです。多分ハト麦がいっぱい入ってると甘くなるんだと思う。あ、少ないですもんね、ここ。うん。ハト麦少ない。塩いっぱい入れてある。これはこれで美味しい。僕の好きな寿司だと思います。だいぶ味濃ゆいのが好きっていうのが分かった。濃ゆいですね。うん、濃ゆい漬け出し煮詰め感と塩バーって入れた感がする。珍しい台北で濃ゆいの。確か南部っぽいですよね、そういう意味ではちょっと味。甘さはあんまりないけど。いただきます。どうぞ。それ病みつきなんで気をつけてくださいね。毎週食べに来ないといけなくなります。量結構あるっていう。そうなんですよ。奥深い。どうぞ。これうまい。ああ、うん、甘い。これはタレが甘いですよね。確かに。このタレだけ持って帰りたい。あのこれは違うタレなの？あ、違います。なんかあれやん。